見事、レッドさん。どうもどうも。なんでそれ体柔らかくしちゃう。テコンドーの蹴りを蹴る。どれぐらい痛いの。痛いよ。おー、痛え、そこ。あ、もう、いいじゃん。いい感じですね。いい感じです。はい、チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、うつみんです。こう、新しいシリーズが、始まりまして、世界一硬い車の柔軟講座、第1回目は、私が、昔どれぐらい硬かったかっていうのとか、まあこの4ヶ月ぐらい頑張って柔軟してるんですけど、まあそうこんな感じの柔軟を、まあ、教わりながらやってますという、まあ、そんな感じでですね、まあ、硬い人でもできる柔軟体操っていうのを、まあ、流した講座だったんですけれども、このシリーズはですね、これからちょっと続けていきたいと思ってまして、まあ、いろんなですね、まあ、整体師の方とかトレーナーの方とかをお呼びして、この私の硬い体をですね、まあ、少しでも柔らかくしてもらうというのを、まあ、ネタにですね皆さんに学んでもらおうというようなそんな感じで考えております。で、今日は記念すべき、ゲスト第1回目ということで、やっぱ第1回目はこの人呼ばなきゃいけないかなと思っております。はい、はい、杉本蓮蔵さんです。どうも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 です。はい、天城流の、創始者で、はい、全国に2000人、はい、お弟子さんがいるという、はい、私の嫌いなゴッドハンド。ゴッドハンド嫌いって言うとる、言うとる建前上にもかかわらず頼まなきゃならないというのっぴきならない状況なんだ。そうです、そうです。でね、そう、天城流なんかいろいろセルフケアとかも教えるんですよね。そう、おいしい、はい、ストレッチとかも結構やるんですか。あ、そう、一応バレリーナ向けの。え、何それ。バレリーナもなんかいや、バリバリグリグリやるやつ、痛いやつじゃないの。いや、そんなに、そう、いやいや、そう言われると困っちゃうんだけどそんなに痛くはないと思うけど、バレリーナ向けのものがあるんだよね。へぇ、ね、ちなみにどんな世界かっていうと、はい、ここまでよ、足横だよ、はい、横、ここまでしか上がんないって言っちゃうんだよ、だって。あ、バレリーナのね。もう意味がわからない。もう意味が起こるんだよ。あの、多分足立ったら50度ぐらいしか開かないから。なるほど。そのバレリーナ。そんな直角にもいかない。そう、それをね、こう、足を、こう、月型に曲げたいってつけて、耳につけて月型にさらに曲げたいんですっていう要望に応える。そんな世界なんだけど。横からそこ行くの。いや、横で。縦じゃなくて。縦じゃなくて横。すごいな。どうなってるのかなと思うわね。軟体動物さん。でもまあそのメソッドを使ったらどうなのかなってちょっと思ったよ。なるほど。で、はい、内海はさ、はい、なんでそういう体柔らかくしようって。格闘技やってるの、ちょっと最近、あの、面白くなってきて、練習増やしてるんですけど、あの、夢が、あの、テコンドーの蹴りを蹴るっていう夢がありました。回し蹴りか、冗談回し蹴りなんだ。あの、私も昔からコンプレックスがありましてですね、背もあんま高くないし、足すっげえ短いし、で、それで柔軟めちゃくちゃ硬くて、で、それが何もこう動けないっていうのがあったので、まあ、今回もやりだして、その、もう蹴りなんていらんって言って、はい、神田さんに言うとったんやけど、でも蹴りてんだ。そう、ちょっと、ちょっとなんかね、ちょっと蹴れるようになってきたらね、欲が出てきまして、はい、あの、回し蹴りも、ハイキックも、あの、一番の夢は、あの、360度回って蹴る。あー、なるほどね。テコンドーの蹴り。螺旋蹴り。そうそうそう。螺旋蹴り。あれが、はい、普通に蹴れるようになるのが夢でございます。だから、もう、その夢を叶える俺に、なるかなって分かんないんだけど、でもまあバレリーナも結構180度いければ最高なんですけどね、今はこの1年ぐらいでいければ最高なんですけど、じゃあ今言ったらどれぐらい開くの。え、いや、もう全然もう、いやいやいや、何からいきます。あ、まあ開脚っていうこと。開脚から先に行くの。もうこんなもんですよ。うわうわ、あ、俺実はね、55までは内海より硬かったかも。そうなんですか。そう、あのね、こうやって座れなかったの。ひっくり返っちゃうから。ああ、今はね、そこまでではないですけど、うん、でも、55から3ヶ月ぐらいでもう結構今のこんなとこまではやらなるっていうぐらい、うん、すごいな。できたんで、まあ今からでも遅くはないな。ここ自分だったらこんなもんですかね。まあ別に押されたらもうちょっと広がりますけど、あのね、
押してもね、結果的にはさ、縮んじゃってもう固まってんからさ、うん、無理なんだよね。ああ、でそれで俺んとこの療法はそういう恥骨周りの、いくつかの筋膜があるんだよね。ちょっとまあ筋膜名言わなきゃダメなのかなと思うんだけど、外閉鎖筋とかさまざまなところに、ああ、この恥骨周りに見ると外閉鎖筋、小内転筋、大内転筋、短内転筋、恥骨筋、超内転筋、白筋っていうこの7つなんだけど、はあ、この7つを恥骨からこう剥がしてくるの、まず、はあ、で、ケツの中にも結構あって、大転筋、小内転筋も含めて、そっちも7つぐらいあるから、で、はあ、そこをこう剥がすと結構柔らかくなる。お尻も私硬くてですね。あ、そうそうです。だと思うよ、多分。だからまずはやってみようか。どこからどこからって、まあ一番のあれはこれ、このまま閉じますか。いやそのままで行くんだけど、その前に、はい、多分もう骨盤こうやってまっすぐ立てらんないじゃん。あ、座ってらんないじゃん。いや、こうはできるよ、どうしても。でこれね、骨盤が開いちゃってんだよね、はい、だからまあそれを一番最初に取るかな、はい、まず骨盤、あ、もうここが平らになっちゃってんの、ほら、平らになってんの、もう骨盤が開いてる証拠なんだよね。骨盤が開いてるってどういう意味で開いてるの？輪っかが広い。そう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 、引っ張られてるの。後ろに引っ張られてるって言うんですか？それでもね、反り腰なんですよね。あ、だから反り腰を、だから反り腰も直さないとダメだと思う、うん、まずは骨盤、くるぶしの腰、ちょっと長くなってほら、ここにね、短飛行筋と長飛行筋ってのがあって、これがね、ついてんだよね。そこの、あ、もう全然お尻の形が変わってね。ほら、右側だけ。で、ここに後仙腸靭帯ってのがあって、はい、これを鼻骨までこう離す。ああ、この下に仙骨、これも筋膜を剥がす、そう、筋膜剥がす、で仙骨の縁を結節靭帯っていうのがあるから、それもこう爪先でかってえもんな、じゃんじゃんじゃん、もう嘘みたいに右のお尻の形が変わったの。ああ、わかんない。はい。外目で見ると変わってるんで。もう、はい、まあ、外から見たら全然変わってるよ。はい。もう、プリッとしたいいケツになってる。プリッとしたいいケツなの。今からでも結構、ほら、張りのあるいいケツしてる。さっき、はい、右と左。ああ、だいぶ違う。おお今ちょっと違うの分かったの。おお結構こういうのね、わかんないわかんないって言うけど、痛い。外すじゃん。バリバリしてる。そこがどこに繋がってるんですか？これがさ、わかんないんだけど、この短飛骨筋、長飛骨筋ってのがあって、短飛骨筋はこう結節靭帯に繋がっていて、長飛骨筋は後仙腸靭帯っていう靭帯に繋がってるんだよね。なんか知らないんだけど。もうお尻のところまで連結でつながっているっていうことですね。でも、うん、整形外科医も鍼灸師もつながってないっていう、そうそうそうですよね。医学的にはつながってますよね。いや、うん、本当そうなの、つながってないっていうんだけど、でも明らかに連結でつながってるっていうイメージなんじゃないですかね。わかんないんだよね、なんかそれはね、本当謎なんだよね。でもバシッと変わるからさ、うん、今、後仙腸靭帯緩めて、この下に仙骨の脇に結節靭帯がある。これをこう剥がし、はい、この緩、この筋膜を剥がすっていうのは自分じゃできないですよね。これで自分でできないね。ケツ周りだって自分でできないんだよね。たまにやってもらえば、反対に滞るっていうのは半年ぐらいは全然平気で、その状態が保てるからさ。へえ。ただちょっと座ってみて。
ぽいです。多分。よいしょ。座り方全然変わると思うよ。よいしょ。よいしょ。あぐらかい。普通に。あぐらかく。うん。コーラ。はい。あ、前に、前に出ますね。で、起こしてみて、こうやって体。ほら、すんげえいい感じで起きてるもん。前に。楽じゃない？そうやって。なんか、いい姿勢で。座るのも楽かもしれない。こう。だから、硬い人は、こう。そうなっちゃう、こうなっちゃうって言ってるんだけど、うんうん、はい、あ、でもこれ、あ、こうなります。そしたら、次はハムストリングなんで、はい、もう一回うつ伏せ、うつ伏せ、はい、後ろの、足の後ろ側の筋肉ですね。そう、ここで、はい、これ硬い、硬ってで、これ不思議なんだけど、アキレス腱の延長線上に測定筋とヒラメ筋のエンドがあるんだよね。こいつもね、うわ、痛いよ。もうそれも太ももだけで見たらダメなんだね、うん、下までつながって、そうそうそう、でも確かに伸ばすときつながってる感はあるんだよな、うんうん、痛い。おお。今爪先で道具で剥がしきんなかった。ポキポキしてるもん、くっついてる。置いてて、そうするとほら、うん、全然違うじゃん、中身が柔らかくなったってこと、うん、まあ、でも 今触られてちょっと左の方が柔らかいっていうのが分かる、うん、そっから、うわ、痛いよ。 そんなに痛いんだよ。このふくら、あの太ももと大腿二頭筋っていってハムストリングの一番外側の筋膜、この骨際をこうやって、おー、引いた。それどう剥がせた。これ大腿骨があって、はい、この後ろに、はい、なんかね、大腿骨ってちょっとね、俺に言わせるとこう豊型っぽいんだよね、はあ、でその上にあのハムストリングがドンと乗ってるんだけど、はあ、その一番外の大腿二頭筋っていう筋膜が、はい、一番ハムストリング的にはこう、なんだろう、存在感があって、はい、これが硬いとハムが硬い、伸びないんだよね。そう、だからね、そう、前に倒せないとか、うん、足が上がんないんですよ、うん、でこう大体二頭筋は2つの頭っていう、この脇をこう切ってる、こう後ろにね、これ、はい、そうするとニャフニャになりました。何度も感じ、つかめる、はあ、触られてってやっと全然違わない、緩んだら分かります。はい、いいでしょう、はい、ちょっと座って伸ばしてみれば、え、これ前で片方だけなんでいいの、うん、だから片方でこれ違いが分かる、違いが分かる、うん、よいしょ、よいしょ、左にやってるでしょ、はい、どんな感じ、曲げてる、あ、こっちの方が柔らかい。だってさ、こっちの方が落ちてるじゃん、もう真っ直ぐなってる、こっち真っ直ぐなってる、こっち曲がっちゃう、ちょっと曲がっちゃった。はい、でちょっと曲げてみたら違わない、こっちの方が早い、ほらほら、もともとね、左の方が硬いんですよ、うん、私。あ、でも今、左側の方が柔らかいでしょ、左側の方が柔らかい、うん、じゃあ右側も柔らかい、ちょっと待って、うん、おぉ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、不思議なんだけどさ、このヒラメ筋と測定筋、うん、これをかかとの骨小骨っていうらしいんだけどさ、うん、そこからこう剥がして、うわ、痛い、これさ、本当は痛くないんだよね、剥がれてれば、そう、くっついてるとさ、どうしてもそれ剥がす、なんでくっつくとはくっつくんですか、わかんない、それも理由がわかんないんだよね、頭が硬いから硬いんですか、いや、そうは思わないけどね。俺結構そう思ってんだけど、うん、いや、そうは思わないけど、あの、要はここなんだなって分かって、あと手を出せば結構やるんなんで、まあ、よく言われるからね、体硬いやつは考え方も硬いって分かるんだけど、私も嫁さんに言われます、頭硬いから硬い、頭硬いから硬いんだって。じゃああれかな、いじめのように言われます。体が柔らかくなったら、髪の毛も柔らかくなるんじゃないかな。でもまあ、いろいろ取り入れようとするから柔らかくなるかもしれませんね。いや、なんか付き合ってるとさ、
なんかそれほどなんか片方ないよね、考え方は。一貫はしてるけどさ。いやでもあの家とか家族に言わせると硬いらしい、うんうん、あそうなの。なんか話してることもさ、なんか硬そうなね、外面と違うっていうことですか。そういうことなのかな。中側が硬いってことだ。そうそうかもしれませんね、うん、あでもやるんだったよ、だめ、これ瞬時にやるんだよね、うん、さてこれでハムは OK、 次は、うん、じゃあケツからいくかな、うん、ケツ結構ね大事なんですね。あー少年義務課題いいよいいよ。問題なのはここの腸骨と大腿骨の縁にくっついてる、はあ、二条筋とか、はあ、ない閉鎖筋だっけ。ああこれね、骨の大腿骨頭の形とか股関節でどうしても硬い人は柔らかくならないとかっていうのはないんですか。あんまりないよね、ギャズね。ないんだ、うん、ただね、腕を砕いたな。ただね、このね、不思議なんだけど、ああ仙骨の真ん中の突起の骨があるんだけど、ああこれが出っ張ってる人は、ああ開脚向かないの。え、俺出っ張ってんの。出っ張ってない。ああだから顔見て開脚できるってことできる、できる、夢をつないだ、うん、できるできる顔がある、できる顔がある。あれおかしいな、なんで開脚できないんだろうなと思うぐらいの顔、骨格が、うん、よし。でも骨がね、なんかね、蹴るときもそうだけど、うん、なんか当たっちゃうんですよ、コキとか。へえー、それなくなると思うよ、これ上げたときに当たっちゃう。骨同士が当たってるのかな。え、でも バレリーナなんかみんなここをこうやって押すんだよ。え、バレリーナ同士は。いや違う、あのそのさっきの人みたいな、うんうん、ポテンシャルアレンジ大体こともつけね。お尻が硬いとダメっていうのはね、うん、よく言いますよね。さて、痛い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 、これ痛いんだよね。そこ何ですか。股関節。え、それ股関節じゃないの、うん、股関節を柔らかくする。そう、実際には何をしてるんですか、それは。これね、ふくらはぎの外側のなんとか筋っていうのをなんとか筋でいいのか、うん、皮骨から剥がしたで、これが股関節の痛みの原因なの。はあ、7割ぐらいがここのふくらはぎの外側の硬直が股関節の痛みってさ、はあはあ、でもめっちゃ痛いんだけど、うん、うん、最初だけなんだよね、痛いのね。離れちゃえば本当はこんな程度で痛くないもん。多分これ筋力もすごい強くなるよ。バシーン、僕絶対蹴られたくないなっていうような蹴りになると思う。脚力はねある方なんですよ、アイスホッケーやってたし、うんうん、だいぶね。さあこれで一回確認してみて。よいしょ。え、何すればいいですか。まああの開脚したり、さっきのやついろんな全部曲げてみたり。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。おお、あ、どう、あ、いいじゃん、いいか、感じいいじゃん。まっすぐ触るけど。ああ。あ、でも、どうせもね、曲がっちゃうんですよね。あ、でも、まっすぐなった、まっすぐなったよ、だいぶまっすぐなったよ。お、伸びてる。小指側つかも、よし、せーの。今までこの次元ぐらいまでいかなかったね。どうですか、カメラマンの。カメラマン、いや、すごい進歩だと思いますよ。あのちゃんとここ曲がってるじゃない。そうそうそう、お腹の方から行ってるじゃないですか、うん、背中が丸くなってるだけじゃないっていう。そう、そういうことです、ね、そういうことです。それがね、すごいわかる、うん、そう、だいぶいいじゃない。腰だけ柔らかくしたってダメなんだよね、うん、よし、じゃあ次は開脚だ、はい、開脚がね、これね、開脚、うん、開脚
どうすればいいですか。また開けてみて。また先に開く。そうそうそう。どれぐらい開けるのか。よいしょ。あ、もうちょっと変わってるな、もう。まっすぐまっすぐだってされてるもん。うん。ほら。はい。こんな感じ。さーて、じゃあいっか。開脚はね、いくつだったかな。いくつかあるんだよね。いくつかある、うん。あんまり触りたくないとかえ、モザイク入れた方がいい感じですか。うん。あのね、このね。おお、ちょっと待って、もうすでに痛そう。そう、痛いの。ここにね、いっぱいなの、恥骨の縁にこう。よー、痛い痛い痛い、グリグリしてる。そう。これ開いたままやった方がいいですか。うん。爪先でね、このね、恥骨のね、縁からね、こう、剥がす感じ。めっちゃ力入っちゃう。痛いよこれ。痛い。いやー、痛い痛い痛い。この。うわ。ここにこう。痛い。つながってるから。でもよく頑張った今さっき恥骨は。恥骨は本当に痛いんだよね。おお。ちょっと痛いからこっちにいただけますか。いやいや、これ上向くと余計痛いんだけどさ、うん、いやこう耐えてる方が耐えれるんですけど、ね、いやいやいや、今右やったじゃん。で、右はどう感じ。おお、なんでどう、はい、あ、どうですか。いや、自分でこう開いてる感じでさ、お、違うじゃないですか。こっちもう、こっちこっち今度でもこれ、いやでここね、全然今あのな伸びてる感じがしないだから、うん、テンションがまだかかってないから、うん、まだいける、ね、そうのそうまだいけるんですよ、うん、要するに全然いける、全然楽なんですよ。楽なの、うん、こっちがこう今ちょっとこっちを上げてるこっちがもうついてっちゃうもん。だからこっちをちょっとあっ来たよいしょ。ああでもだいぶ開いてる、だいぶ開いてる。じゃあだってさ、こう見てもさ、こっちのシワがすごいもんね、うん、ほら、はい、じゃあ左こっちが入ってるから。よいしょ。よく頑張ったな。よいしょ。普通嫌なんだけどな、でも痛すぎて。はい。よいしょ。もう本当ね、この段階で予感がね、あるわけ。あるよな。嬉しいよ。嬉しいよだ。爪先でこんな感じなの。まだ始まったばっかりだよ。あー、おー、あー、痛い痛い痛い。これ自分でできるのかな。イメージングで外に広げるんですね。外に。これも何もなしでここから見た人は何をやってるのか。いや、そう、危ないよ。バレリーナがバレリーナなんてやってるけど、もう危ないって。14歳15歳でしょ、バレリーナって。17歳とかね、若いから、もうお母さん連れてこいよっていうの。そうだね、個人的にできないもんって結構言うにして言うにして。おお、いで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 、この辺の筋肉とかはもういいんですね、うん、だからここ根っこが、うん、あの付け根がこうリリースできてないと、いくらここでやってもね、無理なんだよね。こことかも、うん、ここもそうあまり関係ない。あのあるあるあるんだ、うん、骨際をこう、あー、待って待って、痛ポキポキしてる。おー、痛い。そこそんなにきつこれやってないんだよね。でも痛いんだよ。いったー、おー、全部痛い。おー、痛いよ。ここもここに繋がってんからだ、発筋とかでね、
結構みんな膝下までつながってんから、それ全部リリースだよ。いいよ。さあこれでどうだろう。で、お、お、よ、はい、どうですか。なんか開脚してるっていう感じです。はい。こうちょっと。もうちょっとで、ね、足で押されたらもうちょっと開くと行くよな。マシン持ってきますか。マシンじゃなくてもいいけど、購入されたそう、もうちょっと押されたらもうちょっと引く、うん、あ、うん、結構きてるぞこれで、ね、ぐーっと曲げて、はい、頭起こしてで、引っ張るの、うん、あ、僕は引っ張る、そうそうそう、起こすの、よいしょ、はい、前曲げてきていいよ、はい、頭起こして、はい、もういい声、はい、曲げてきて、自分で曲げる、よしよしよし、ちょっと引っ張り、はい、起こして、頭起こして、あー、一発目じゃいいんじゃないの。でもこれさっきより広がってる、さっきより広がってる、広がってる、ね、結構歴然と、はい、開脚してるって感じする、開脚してますよ、うん、はい、いけますよ、なんかストレッチしてる感がありますよ、うんうんうん、こんな感じ、はい、よし、頑張れ、そっちまで行くから、おお、いやー、連動先生ご立派です、はい、鼻が息吸って、口から入って、あの柔軟ってさ、100吸って息吐いてみな、はい、80吸い寄って残りの20が一番伸びるから、はあ、なるべくギリギリまで吐けと、そうそう、ギリギリまで、そうそう、ちょっとさ、はい、鼻が息をゆっくりして、はい、口から行く、ゆっくりゆっくりゆっくり、ほら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 、見てくれ、すごい、いや、すごいですよ。でこの感覚さえつかめれば、あとは自分で結構努力家だからさ、あ、太鼓石が、いや本当にストレッチやってる感がありますよ。程度も、はい、そう足の角度全然違いますよ最初と。こんな感じでどうでしょうか。どうですか。はい、グッジョブです。筋膜を。一発目、はい、ベリーグジョー、こんなもんでどうでしょうか。はい、はい、バッチリでございます。ここを剥がす、はい、はい、っていうことを意識してやりたいと思いますけど、爪先でね、爪先で剥がす、痛いよねこれ。でもね、剥がれ始めるとね、痛くないのよ。ここも痛かった、うん、これも骨ですね、骨からね、こうやってね、剥がす、うわ、爪先で、ね、こうぐっ、で筋肉をこうやらずしてシュートしてもダメだから、このつなぎ目、たまに東洋法でいう筋巻き点っていうんだけど、はあ、それを爪先でね、こうこうってやる、痛い、また痛くよ、おあ、でもだいぶ違う、ちょっと体を起こしてみれば、体を起こして、いい感じで、ね、いい感じです。はい、はい、はい、ということで第1回目はこんな感じで、はい、はい、少し頑張ってね、これ調子で頑張ったいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、連動先生ありがとうございました。はい、連動先生ありがとうございました。このシリーズはまたいろんな人を呼びしてやっていきたいと思います。よろしくお願い、チャンネル登録皆さんよろしくお願いします。人に恵まれて光栄です。